こんにちは、学生リポーターの吉永ココです。今回ご紹介するのは化学生命工学部化学物質工学科。キャンパスは駅からこんなに近いんです。案内してくださるのは関西大学の宮川真子です。化学生命工学部のある天元山キャンパスは通学が便利で立地の良い場所にある都市型キャンパスです。それではものづくりで未来に貢献する化学って面白いを見ていきましょう。最初に案内されたのはこちらの研究室。この研究室ではサンゴ礁と人体のあるものを再生させる研究を行っているそうです。一体どんな研究なのでしょうか。先生に聞いてみましょう。研究内容について教えてください。私の専門はバイオマテリアルです。こちらは人工関節になります。この人工関節のほとんどはチタンでできています。でチタンは体に非常に優しい元素なんですが、このような金属製のデバイスを体の中に入れると異物として認識されます。ですので体に入れても異物として認識されないように体に馴染むようにする技術を開発しています。その他にもこちらに示してますのがサンゴなんですが、この再生医療の技術を応用してサンゴを再生する研究も行っています。将来的にはこのサンゴの再生で得られた技術や知見を再生医療の方にもフィードバックしたいと考えています。研究の面白さ、やりがいなるほどを教えてください。現在はマテリアルの力を利用してこのサンゴを高速で増殖させるというプロジェクトを今立ち上げています。これは最近注目を浴びているカーボンニュートラルにも貢献できる世界を大きく変化させることのできる研究テーマだと思っていますので、こういったことにやりがいや責任を感じております。関西大学では世界のエネルギー問題の解決に向けた研究も行われています。先生にお話を聞いてみましょう。研究内容、やりがいについて教えてください。社会全体の中で今太陽電池ですとか風力発電とか自然エネルギーがすごく求められてますね。でもああいった発電は不安定です。貯めておく必要があるんですね。社会の中でのエネルギーを安定化させるために高性能電池を作る必要があります。で化学の力でたくさん電池が貯められる、そして長持ちする、電池を開発するというのが我々の仕事です。非常に長距離走れる電気自動車の実現ですね。それから飛行機を電動化しようという、そのための軽い電池というのを開発するということもやっています。でそういったことも我々の研究室の技術が生きると思って、それを非常に楽しみに研究を日々やっています。ものづくりで未来に貢献する化学物質工学科。きれいな都市型キャンパスで学び、2年次からは3つのコースに分かれます。約40人の教員が所属しているため幅広い科学を学ぶことができます。それでは別の研究も見ていきましょう。続いてはこちらの研究室、 DNA でものづくりをする研究とのこと。先生にお話を聞いてみましょう。研究内容について教えてください。私たちは DNA を材料として使って、ナノメートルサイズの分子の道具を作るというような研究をしています。で特に DNA 折り紙という DNA を紐のように使って好きなような形を編み上げる、そんな感じの研究です。ここに書き込まれた4文字の配列の情報で科学的にこう自在にコントロールすることができまして、好きな形ができるというような技術です。研究の面白さ、やりがいについて教えてください。この研究の一番面白いところというのは、思い通りに結構形ができてくるということで、これを使って本当に実用的なものを作るというところはまだ誰も到達してないところですので、この技術を使って医療分野で何か役に立つものができないかなということで研究してまして、一つは例えば検査用のキットとかを作ってやるということを今考えて取り組んでいます。私たちが世界の一番乗りになれるようなことを目指して今研究しています。研究内容、やりがいについて教えてください。私の研究ではこちらの DNA の上の末端のところに発光物質をつけて、その反対の鎖側にその光を受け取って蛍光を発する物質をつけて研究を行っております。
その研究によって、ターゲットとなるコロナのウイルスを検出する機器とかにも応用できるのではないかと考えております。この研究での私のやりがいは、なんで研究がうまくいかないかったり、なぜ失敗したかというのを自ら考えて改善した後にうまくいった時に感じられるなと思います。以上、科学って面白いをご紹介しました。あなたも化学生命工学部化学物質工学科で未来に貢献する研究を一緒にしませんか？次回の東進 TV もお楽しみに。